私は、日本から来ました、LB ワークスという、ボディキットの、メーカーです。最初に始めたのは本当小さな車屋さんからスタートしたのが、25年前に中古車屋さんとして3台の車を安い車を展示してスタートしたのが最初のリバティオークのスタートです。リバティオークの意味というのはリバティは自由、ウォークは歩く、自分はまあ山水に歩くで、渡るという日本語で言うと渡るというまあ名前を持っています。歩くということでウォークで、まあ自由、まあ、自由というのはまあそのフェンダーを切ったり、まあ、そういったものが現実的にまあ指定されたりすることはあるんだけども、まあ、でも自分の好きなことを自分でまあやり遂げていきたい、これが自由という名前の中で自由に歩くでリバティーウォークという名前にまあ25年前につけました。タイは暑いまず暑い、まあ、人も暑いけど気候も暑い。もう本当にタイの人たちは本当にフレンドリーで、まあ、みんな僕がこうタイに今回2回目なんだけども、まあ、来ると同時にまあオッケーマークとかこう元気マーク、このリバティオークのポーズをみんなが笑顔でしてくれるっていうことの人柄の良さ、これがもうすごい優しいタイの人とは日本に少し似ている部分があるのかなっていうふうに自分はすごい感じてます。僕は今49歳で、25の時に設立したんで約24年前、約25年前いうふうに解釈してもらったらまあいいかなっていう。リバティウォークというファクトリーは車を改造して売るカスタマイズなショップ、 LB ホールディングスっていうのはボディキットを開発してボディキットを販売する会社、もう一つ LB プランディングスっていうまあ会社があるんですけど、それはまあT シャツとか、まあ、そのキーホルダーとかそういった最近グッズがすごく、まあ、子どもたちに人気があって、そのグッズとかを売る販売の会社を LB プランニングスという会社で、3つの会社を持っているのが今のリバティグループっていう形で解釈してもらえれば、まあ、OK かなっていう。やっぱりあの中国とかタイはそのコピーが多くて、でもまあそういった印象がすごい強かったんですけど、まあ、でもインフィニティと最初に出会って、まあ、東京のオートサロンっていうまあ大きなビッグイベントがあるんですけど、1年に1回ジャニバリに、その時に初めて会って、まあ、初めて会話をして、まあ、本当にこの人たちだったら、まあ、うちが今までやってきた25年間のブランドをタイに預けてもいいかなっていう、まあ、ハートのある人たちだなっていうふうに自分が感じ取ったんで、まあ、そこで、まあ、タイのディストリビューターはインフィニティに、まあ、任せてやってもらおうっていうふうに自分は思った。うん、リバティオークという会社はもうとにかく自由に歩いて、まあ、好きなことを自分たちが人に迷惑かけないことを広めていきたい、まあ、好きなことを自分の中で見本として見せれればいいかなっていう、まあ、もちろん僕らがやってることは若い子たちに、まあ、ヤングマン、若い子たちに僕らの車のスタイルを見て車にどん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 世界中の人たちが、特にタイの人たちがやっぱりああやった車ってかっこいいなっていうふうに尊敬してもらって、それで車に興味を持ってもらう、そういったことをどんどん世界に広げていきたいっていうのがリバティオークのプランであり、もちろんそのビジネスとしてやる気持ちっていうのもゼロではないんだけども、まあ 80% 以上は
自分たちは楽しくやっぱり仕事をしていきたいっていうことは、みんなの笑顔とかみんなのやっぱりサンキュー、ありがとうの言葉をやっぱりもらうために、いろんなところに自分がまあ世界に行ってパフォーマンスしてフレンドリーになってサインしたり喋ったり、やっぱりそういったものでやっぱり世界的にやっぱり若い子たちから年齢層幅広い人たちに車の興味を持ってもらう、そういったものを自分たちがこれからもどんどん広げていければまあいいかなって。それがやっぱりリバティーウォークのモット、人にやっぱり元気を与える、人に感動を与える、特に子供たちに、小さい子供たちにやっぱり車に興味を持ってもらう、それをやっぱりずっとやっぱりやり続けていきたいっていうのがうちの今までのモットーかなっていう、まあ、それは変わらないんだけどね、これからも、はい。いや本当にもうタイは2回目なんだけど、本当にみんななんかハートがすごく良くて、みんな加藤さん加藤さんって声かけてくれるし、本当にタイの人たちがやっぱり車のやっぱりカスタムの文化がどんどんやっぱり若者たちであったり、やっぱり楽しみの一環としてこのリバティーウォークの一つのパーツから広げてもらえたらいいかな。もちろんタイと日本のスタイルが一つになって、このお互い違う国なんだけども、一つずつの国としてお互いが協力できたら自分はまあ嬉しいかなって。コップンカップン I love Thailand I love Thailand コップンカップン